47都道府県作りたいものを作ってみよう3週目。今回は愛知県より北京藩になります。愛知のですね、三河安城にですね、北京本店という中華料理屋さんがあって、もともとそこでまかないとして出ていたものを、メニュー化したっていうものでございまして、まかないからメニューに昇格したものに外れなしじゃないですか。そういったもあってか、まあ非常にその界隈では人気なメニューらしいんですよ。どういったものかっていうと、まあ丼ものなんですけども、丼にご飯よそってあって、でその上に、タレを含ませた、半熟状の卵が乗っかって、でさらにその上に、豚肉の唐揚げが乗っかるらしいんですよ。まずは豚肉の唐揚げを作っていくんですけども、すいません、自分今回用意したの豚肉のね、薄切り肉を用意したんですけども、従来の北京本店の北京飯は豚のもも肉をちょっと厚みのある5ミリから1センチ幅ぐらいの厚さの、なんか一口かつぐらいの大きさにして唐揚げにして食べるらしいんですけども、まあ薄切りの方が揚げやすいでしょう。そんで従来の唐揚げみたいに豚肉に直接下味はつけずにですね、衣にある程度の味をつけるんだそうです。そんなわけで器に卵、片栗粉、醤油、塩、旨味調味料を加えて、これをしっかりと溶いて衣を作ります。そんで衣ができたところで、ここに豚肉ぶち込んでよく衣をなじませます。そんでこれを一口サイズにまとめて180度に熱した油にポン。ちょっと低かった。ちょっとね、油が少なめだと思うんですけど、あえて少なめにしてるとかじゃなくて、単純にもう家に残ってた油が残り少なかったです。おー、あーでもネットで見た揚げ色こんな感じだったぞ。でまあ薄切り肉なんで、ある程度表面が固まったら、あとは余熱で大丈夫だと思うんで、というわけでこれで揚げ上がりとします。で唐揚げが仕上がったら、次卵の準備です。器に砂糖と醤油で、旨味調味料に隠し味にほんのちょびっとお酢を入れすぎたかもしれない。でもこれを加えることによって、なんか酸味が熱通ってまろやかな卵焼きになるらしいです。でここに卵を投入して、今回3ついっちゃいます。でタレを含ませるようにちゃちゃっと溶きほぐして、少し多めのごま油をひいたフライパンに卵をざっと流し込んで、で半熟状になるまでかき混ぜて、もうあとは余熱でいいな。でよそったご飯に半熟の卵を乗っけて、でその上に豚の唐揚げを乗っけます。本来北京本店では唐揚げ3つが基本らしいんですけども、まあ自宅で作るものの特権としてね、乗っけるだけ乗っけたいと思います。乗っけようがねえ。できました。こちらが三河安城のソウルフードと言われる北京飯になります。これはジャンキーだぞ。それじゃあこちら北京飯いただいてまいりましょう。じゃあ唐揚げかじってね、すぐさま卵を含んだご飯をかっこみたいと思います。いただきます。あーうまっ。おお、これはもうギルティーな味ですわ。まずこの豚の唐揚げがうまい。下味つけてないんで、肉って本来下味、その塩気が入ると、まあ、水分が出てって、基本ね、あの大なり小なり硬くなるもんなんですよ、肉が。でも味付けされた衣をまとわせて揚げることによって、肉がねだいぶねふわふわなんですよ。その優しい肉にその醤油味で揚げたことによって、香ばしさの増したあの醤油の味が絡んで、でさらにこのね甘辛でふわふわな卵と絡むことによってね、非常に老若男女に愛される味ですね。これはこれを出してる北京本店のホームページがあるんですけど、もうよほどねこの北京飯を押し出したいのか、かなりねあの凝った仕上がりになってるんですよね。でそのサイトでは、あの今回自分はあの手作業で調合してタレを作りましたけど、そのこれ1本で北京飯の味が出せますっていう、その北京飯のタレ、そういったも販売してますし、手軽にその災害時でも食べれるようにっていう、この北京飯の缶詰とかも売ってるんですよ。唐揚げも卵もご飯も入って、それが缶詰になったってやつも売られてるっていうので、かなりね押し具合がすごいっていう。気になる方はね、ぜひともあのサイト見てみて、そして作り方学んで、こちらの北京飯作ってみてください。